はい、お元気さまです。久留米じシースの平です。えー、本日はですね、えー、ちょっと夜中の0時過ぎてしまいましたけれども、えー、九州大学に合格した私の高校生の時のクラスメートですね。はい。えー、まあ、福岡大学附属大堀高校に通っていたんですけれども、まあ、その時ね、えー、まあ、あのー、地元でいうなら明善高校、あるいは福岡市でいうなら御三家とか、 まあ、例えばね、えー、佐賀県だったら佐賀西高校だとか、まあ、そういったところを落ちた場合には、まあ、福岡大学附属大堀高校か、西南学院大学附属西南、えー、高校ですね。まあ、どちらかというのが結構ですね。当時は主流でした。うん、で、えーまあ、実際ね、それだけの力のある子たちが集まっているわけですよ。なんだけれども、突然こう。 その分かれるということがあって、まあ、球大に合格していくっちゅうようなね、私のクラスメイトもおれば、もう、性南副大にも受からんというようなクラスメイトもおるということで、なんでそんなに分かれるのっていうことですよね。はい。ということで、こういうやり方ですよ、ちなことを押さえておいてください。はい。ということで、まあ、私の場合はね、 えー前にもお話したんですけれども、まあ、この友達です、はい、高校1年生の時のクラスメートだったんですが、この友達に、えー、数学どうやって勉強したらいいのっていうふうに聞いたわけですよ。うん、そしたら、まあ、彼はですね、最初にその大学の数学やってるよと、<laughs> すごい、まあ、理系でしたからね、彼は。 あの私も理系だったんですけども、まあ、九州大学の理系を目指して、えー、大学への数学やってるよってうなことでね、高校1年生の段階で、<laughs> おお、すげえな、それはっよし、じゃあ私も早速やってみようというふうに大学への数学を購入してやり始めたんだけど、もう点でわからないわけですよね。<laughs> もう難しすぎるわけですよ、大学への数学が、いきなり1年生からやるのはね。 はい。ということで、えー、まあ私はちょっと諦めて、それで、えー、他にないのかというふうに彼に聞いてみたんですよね。そしたら、うーん、学校の方で配ってるこの青チャートね、これやってみてごらんよというふうに彼が言うわけですよ。ほーっと。ね、えー、どうやったらいいのっていうふうに言うと、まあ例題のとこだけやっとけば十分っていうようなことでね、米印がついていて、例題をやっていけば、まあこれで一通りの学習ができますよっていううに書いてあるから、まあ、 あのこれでいいんじゃないのっていうことでね。で、早速私はそれで、えー、早速じゃないんですけども、まあ、高校2年生のな、えー、9月ぐらいからですね、えー、始めたわけですよ。なぜ高校2年生の9月から私は始めたのでしょうということですね。はい。実は、その彼がですね、まあ、早速そうやって大学の数学とかやり始めて、で、えー、彼は、その高校1年生の9月の時に、ものすごく数学上がったわけですよ。うん。 どうしたのっていうふうに私が聞いてみたら、いや、夏休みの間は大学への数学に専念していたということで、高校1年生の夏休みの間はひたすらですね、あの大学への数学の勉強をやっていたわけなんですよ。はい、高校生になると、まず真っ先にね、数学こけますからね、はい。4月の段階で、高校1年生の4月の段階で数学こけますから、まあ、それ取り返すために大学への数学を必死にやってて、で通常はまあ、そんなにできませんからね。 だから、まあ、7月、8月、夏休みを使って、まとめう、固め打ちで数学をやりましたということですね。はい、おすげえなというふうに思ったんですが、そしたら今度はですね、えー、差をつけられたなというふうに思って、焦りながらも、どうしていいか分かんないやということでね、青チャート、さっさと始めればよかったのに、始めないで、ぼーっとしてたわけですよ。そうすると、今度はですね、えー 高校1年生の冬休みがねもう、もうすぐ冬休みですけど、始まるわけですよ。で、冬休みが終わってみたら、もう英語がめちゃめちゃ上がってるんですよ、彼は。うん。だから今度は夏休みに、えー、数学を固め打ちしたから、 まあ冬休みというのは英語を固め打ちするということでまあ大体ですねあの夏休みを過ぎてくるとほとんどの高校生というのは高校1年生の,の夏休みぐらいでまあ大体その高校入試の時の英語の貯金がなくなってきますからぼちぼち7月8月9月というふうにですね英語がついていけなくなってくるというのがありますから彼は 冬休みに英語を固め打ちで、やったわけですよ。でこれで英語がボーンと上がったんですね、彼は。でも英語まだまだ足りないということで、今度は春休みも続けて英語を固め打ちしていって、冬休み、春休みをかけて英語をガーンと上げていったわけですね。はい。で、そして次にどうなったかっていうと、私はそうしながらもですね、まあどうなんだろうなみたいな感じで、春休みの間は学校の方から与えられたその春休みの宿題。 春休みの宿題として、まあ、要するに高校2年生の入学式、始業式の時に行われる校内実力テスト用に、青チャートの宿題がドバッと出たわけですよ。だからそれを必死で私はやったら、もうめちゃめちゃその4月の時にですね、私は数学の成績がポンと上がって、クラスで一番の数学の成績を取ってですね。 学年の方でも結構上位の方の成績になったんで、おなるほどと、青チャートやればいいんだなというふうに、その時思ったんだけど、また定期テストとかが始まってきたら、またそっちまでガタ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 とやらなくなってですね、これでえ夏休みが来たわけですよ。 で、高校2年生の夏休みが終わってみたらどうなったかっていうと、彼はその物理とか科学がズドンとまた上がったわけですよ。だから今度はその数学の固め打ちは高1の夏にやって、英語の固め打ちは高校1年生の冬と春でやって、そして高校2年生の夏に今度は物理・科学の固め打ちでドカンとそこで上げていったんですね。もう待って 全くついていてけないいレベルまでで彼は上がっていくわけですよなもんだから私はものすごく焦ってですねはいそれで高校2年生の9月からもうこれはいかんというようなことで数学のチャートをやっとそこで始めたということでなんとか福岡大学の応用数学科に現役で合格できたというところがありましたね彼は確か九州大学の方に理系で現役合格できてたと思うんですけどですねまあそういうふうにちゃんと計画的に ですねあのやっていくっていうこと、高校1年生の時からもう徹底的に大学受験勉強をやっておくということは大事なことですよと、こういうふうにやってる人たちが九州大学に行きますよと、ね、でもうなんか7月8月何もやってなかったとかいうふうなね、高校1年生の7月8月何もやってなかったなみたいな生徒たちっていうのはもうもう九大には届きませんよっていうことですよ。はい だけどね、まあ、当時の,その大学受験が厳しかった時代の昭和の時代の大学受験の話を今してますから、まあ、高校1年生の1月7月8月にやってなかったっうんであればね、今から今度ね、冬休みに入ってもう死に物狂いでやれば、まあ、もしかしたら九州大学届くかもしれませんよねということですね。 はい、こういうふうにやってます、九大に受かる子たちはね、九大に受かる子たちっていうのは、もう高校1年生の頃から、もうコツ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 そうやってね、えー、勉強をやってるから受かります。でも、九大届かないような私のような生徒はですね、もう高校2年生の夏休みぐらいになって、あやっとやろうかみたいな感じでね、やり始めるんで、もう間に合わないんですよ、そんなことやってたら。うん、もう、最後のチャンスは、高校1年生の冬休み、春休みですよ、というですね。 はい。 もう高校2年生ね、今高校2年生、もう夏休み終わりました。はい、今から始めるとなると、まあ、なんとか福岡大学受かるかなぐらいのね、理系だったら、もうそういうふうなペースになっちゃいますから、覚悟してやってみてくださいねと、本当に九大行きたいとかね、ある程度難関大学ね、熊田行きたいだとかね、ね、えー、西南学院大学行きたいだとか、なんとかっていうふうに、難関の方を狙ってるっちゅうんだったら、もう始めないといけませんよねということですね。高校3年生からやるなんていうのは 絶対ありえないということですね。はい。高一氷高のうちからもう死に物狂いで勉強するということで、まあ、彼のようにですね、お家でちゃんと勉強できるのはすごいですよ。でもできないから、自習室とかを使いましょうねということで、私がね、彼のうちに、まあ、春日丸、春日市の方に住んでたからね、彼が、まあ、友達と電車に乗って遊びに行ったわけですよ。そしたら、彼のですね、部屋にあげてもらったらびっくりしたんですよ。うん。 自分の机の前に勉強の計画表が貼ってあるわけですね。いついつまでに大学への数学をここまでやるとかね、いついつまでに旧、えー、大対策の英語の勉強をね、こういうふうにやっていくというような感じでもう全部ね、高校1年生の段階でそういうふうなあ受験の計画が ててられてるわけですす。よ。よそれが大に行くような子たちで,す、はい、で彼は家でちゃんと勉強できましたけどまあお家で勉強できないっいうのが今時のね九大どころか東京大学を受かるような子たちでも家では勉強できないから久留米自習室来て自習してましたっていうふうに言ってましたからですね。 はいよろしいでしょうか。こういう風な形で、もう高一高二のうちから始めておかないと、間に合わないんですよ、難関大学っていうのは。もうこれがね、一般の大学でいいやっていう生徒であればね、あの高三ぐらいから始めてもまだ間に合うっていうのはあります。うん、佐賀大学でいいやーとかですね。うん、まあ、西南副大、まあ、そこら辺でいいやーとかような感じでね、やってる人たちはまあまあ、後から始めてもいいと思いますけど、まあ、とてもじゃないけどね。 あのー、九大どころか、それよりも下のレベルの大学であったとしても、建築学科だとか、薬学部だとか、ね、英語学科だとか、歴史学科だとか、あるいは心理学科だとかですね、はい、航空関係だとかですね、航空宇宙とか、まあ、そういったところを狙っていくんだったら、ちょっとですね、九大どころか、もっと下のレベルの大学でも間に合いませんよっていうことですね、はい。前にも紹介しました。う、え、ち、ー、に来ていた、あー 明前高校のバレー部の子が熊本大学の薬学部に受かりましたよと、九州大学の理系よりもはるかにレベルが高いです。熊本大学の薬学部とかになるとね、あるいは建築学科とかになると難しいです。 で、そこに受かるために、高校2年生から、もしょっぱなからね、もうぶっ飛ばしていって勉強していきましたから、もうそれでなんとか間に合ったわけですよ。それくらいのレベルです。はい。それくらい大事です。ということをやっといてください。もう九州大学の一般の学部とかを受けるのとはレベルが違いますからね。そういううな熊本大学の薬学部だとかなんとかね。あるいは建築学科だとかね。そういったところを狙っていくのはもうレベルが違いますから。九州工業大学の建築学科とかね。ああいったところは、ただでさえ難関の九州 州工業大学とか熊本大学なのに、そこでさらに建築学科というか、薬学部だとかっていう風になると、もうもう全然九大のレベルとはレベル違いで高いですからね。はい、もう早め早めに始めておきましょう。ということですね。はい、ということで、最後まで聞いていただいてありがとうございました。気に入っていただければチャンネル登録お願いします。下の方には私のブログお手紙指導電話番号などありますのでよろしくお願いします。はい、ということで。以上です。